前回のカズクラパート800何をするか分かんないけど、念のために村人の避難場所を作ってみた。そう、エンドの方に丸い丸い島を作ったんだ。少し装飾して出来上がり、本日はあの大量の村人をなんとかしたいなと思います。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。いや、なんかあの丸い島を作るとね、なんかこっちの現世の方にもなんか作りたくなってくるよな。それこそリクエストの多かったなんかラピュタ的なね。いやいや、こんなこと言ってるとまたなんか言われちゃう。あの、俺にはまだたくさんのやり残しがあるんだ。あ、ほな本日もなんか来てるかもしんないからちょっと見てみようか。あー、なるほど。はい、あー、なるほどね。いや、先日からね、ご指摘いただいてますよね。あの、蜘蛛の巣は、もういらない。もうこれはいらないんじゃないのかなと。わかりました。ちょ、これ頑張ってね、壊しますよ。これ手で素手で壊すとね、めっちゃ遅いんだよね、これ、蜘蛛の巣って。ちょ、頑張って取ります。終わったー。あ、これもちゃんと取っておこう。綺麗したね、本当に。あ、いい感じ、いい感じ。だってこの地下の入り口もちょっと不細工だからな。これもいつか何とかしよう。いつか。で、早速、預けて。まだ他にもやり残し来てたかな。チェック、チェック。あ、来てますね。あ、これわかるかな。いや、飛ばさずに見てくれたみんなわかるよね。これね。うん。間違いなくあっこだと思うんだ。ここですよね。あ、ここだ、しかも。ちょっと待ってろ。よいしょ。みんなこれが気になるって言ってるんだわ。あ、ただ、端っこの場合はこれ仕方ないよな。いや、これ、ね、余裕ができた時にレザー水晶ブロックにしようとしてるからね。ただ、この途中途中の場所。これはね、変更してもいいはず。うん。こうすることで、ほら、綺麗になったでしょ。こういうのをみんな視聴者さん、あー、追っちゃった、もう。やっぱこういうのをね、みんな見てるから、これ全国放送だからね、みんな見てるから、だから直していかないといけないんですよ。これ雨降ってるけど、雷は？早くね、ここなんとかしたいなーっていう思いはあるんですよ、一応。うん。湧かないんだもん、だってここ。ほんとびっくりマンモス。まあ何を作ろうかっていうのはね、秘密だよ。あれな、あれ。うん。ちょいでん的なやつね。あんな、早速、本日のあの、課題行ってみようかな。あっちの方角だな。いや、今日もね、すごい重労働になるぞ。お、雪まで降ってる、雪まで降ってる。さあ、目標補足。よし。いつの日か、これ、スーッと、奥の方まで入っていきたい。できんのかな、これね。うん、じゃあ、こんなとこまで雪がなんか。あ、一緒に行こうよ。一緒に行こう。今日すごいね、イベントやってんだよ。あっちの世界にさ、すごく、住みよいところ作ってるから、今。一緒に行こう。よし、行ったな。俺も行くよ。あ、ようこそ、ようこそ、ようこそ。あー、実はね、裏クラしてしまったんですよ。いや、もう、やっぱね、裏クラと言ったら、カズクラだしょ？まあ、そんでな。ほら、もうね、すでに村人を運びやすいようにしてあるし、なんならね、もうテストもしております。あっちにね、しっかりとしてギミックを作っておりまして、元気してるわ、みんな。元気してる、どう？住みよいでしょ、ここ。将来的に家とかもね、多分できるはずだからね、ここに。うん。で、今回のギミックなんですけども、これね、線路で繋げて、これに当たるとね、トロッコが壊れて村人がピュって出るんだけど、このガラスを敷いていくことで、この線路上に村人が、湧かないようにした。完璧だろ？ほんで、デザインのためね、これ回収システム。あっちは、まあ、何の関係も、まあ、ゴミばっか入ってんだけど、こっちの方に、トロッコが行くようなシステムとなっております。とりあえず、エンダーマンも湧いてないっぽい。あ、完璧だね、今回。じゃ、早速ちょっとね、運んでいってみよう。ただいま。あ、じゃ、早速行ってみましょうか。ペイ。この人も連れてこう。ペイ。ペイ。よしよしよ、いいよいいよ。あれ、なんか戻ってくんな。ペイ。よしよしよ、いいよいいよ。あの村人ね。こういうのあると大変だからね。ペイ。よしよしよし、いいよ。ほんで全員いける。ほんで全員いける。いいね、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 いいね。あんじゃ、私のシステムがちゃんと稼働してるかね。ちょっと見ていきましょう。これ弾かれて、いい感じにね、いくよ。ペイ。ほらほらほら。横にね、ちゃんとね、弾かれるようになってるんですよ。これ大丈夫かな、連続。あ、美しい。連続ペイペイペイって言ってるわ。あ、いいね。これすごい早く終わりそうだぞ。
ただいま。あんじゃね、じゃんじゃん運んでいきましょう。みんなよかったな、住みよい村ができそうで。ベイベイベイ、うーい。っていうかね、一つ発見したんだけどさ、これ家って感知してんのかな。思った以上にこれ村人がね、散らばってないんですよ、実は。ここら辺を中心に、みんな離れないんだよね。すごい遠くとか。ほら、こっち方面には誰も来てなくて、この、ピヨーンと出たところを中心に、村人活動してんだよな。なんか家っていう判定あんのかね、これ。一応地下の方にね、扉とかは置いてるんだけどさ。ほら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 。これ家判定になってんのかな？まあ、いいや。地下の人たちもちょっと運び出そうかな。よし、行くぞ。住みよい村に行こう。エンドの村はなんて名付ければいいの？エンド村。エンド村でいいのかな、そのまんまね。じゃあ行こう。乗らないんかい。えい。行ってらっしゃい。おかえり。行ってらっしゃい。えい。ほい。あ、やべ、下行っちゃった。おかえり。いや、なんかすごいね、順調だね。思った以上にこれ、やっべ時間かかると思ったんだけどさ、裏倉も、これ30分ぐらいかな？あ、ちなみにさ、ちょっと待って待って、あなただけ送り出してから、見せようみんなに裏倉。いろいろね、まあ、材料必要になるということもあってさ、ほら見て、全部回収しました、ここ。レールで繋がってたのに。奥の方もそうだよ。こっちのさ、奥の方、あ、やべ。っていうかこれ、これなんかいろいろ言われそう。これ、上から壊す技術あるかな？うわ、これは難しいぞ。飛びすぎて、あ、止まれるか？あっぽー待ってろ待ってろ。カズクラの技術だったら1マスでも絶対止まれるはずだ。はっぽー、神か俺。あ、俺うまいな。ちょ、壊そう壊そう。美しくない。こういうやり残しはね、ほんと。ふぅ、終わった。それ考えるともう、ここら辺ももういらなくなったな。うん。いらないいらない、ここら辺も。うわぁ、なんか勝村がね、すっきりしてきてるよ、これ。この調子でどんどん良くなるんだろうな。さあ、ならね、まだ全ての村人を救出できてないから。いた、いた。いた、いた、村人さん。行きましょう、行きましょう。ボーイ。若干離れ気味の人たちもいるんだな。じゃあ、お前離れすぎだぞ。気をつけろ。やっぱね、このレールとかもちょっと使っていかないといけないな。まずは一応ここで確保だけしておいて。あぶらぶらぶら。あ、やべべ、目あった目あった目あったやつ、あかんやつや、あかんやつや、これ多分来る。あ、来てる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 。もう久々にやっつんたわ。あれ、いなくなったもん。大丈夫？お、いるいるいる、いて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 。あぶらぶらぶら、びっくりして、ちょっとあれ投げちゃったよ。よいしょ。はい。よしよし。この上に登ったらもうこっちの感じだ。ほら、やってくるがよい。安全地帯からの攻撃だ。よし、平和になった。さあ、さっさと続き行こう、続き。限られた時間しかないんだぞ。あ、てか、離れた場所結構いんな、みんな。待て、運びやすいようにできる限りね、フラットにしておきたいんだよ、ここら辺も。あ、なくなった。回収しながら少しずつやろう、これ。はい。行くよ。こっからがちょっと時間かかるんだな。おい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 。ほら、好きに行ってこい。あ、手で押していくのも、あ、言うほど遅くないな、これ。あ、手押しもいいね、これ。多分あと数人レベルだと思うんだよな。あ、ちなみに他にも米来てたっけな、今日は。マオエさんに昇格されたのかな？最近のカツクラがどんどん濃くなってきてる気がするのは私だけだろうか。いや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 、師匠ですよ、私言っても。濃かったんです、実は元から。まあ、ただね、濃さを抑えてたっていうことあるかもしんないね。うん。まあ、初心忘れるべからずだからね、ちょっと昔の濃さをね、ちょっと今、最近再現してるんだと思う。今日なんかもこの濃さやばいもんな。現役を煮詰めたぐらいだ。無駄話せずに早く、さっさと行こう、さっさと。過去。まあ、これのずっと繰り返しだな、本当に村人移設は。でもみんながね、ここで、生き生きしてる様子を見るとさ、やっぱ、頑張らないといけないなって感じるんだ。それにすごいな、この村人の数。なんかめっちゃゴミ持ってんな。一旦ゴミを預けさせてもろて、ほんでこれいただこう。よし、みんなの笑顔のため、今日も頑張るぞ。よし、みんな行くか。だからみんな移動させることで、絶対みんなが笑顔になるんだ。はい、はい、はい。おーおーおー、なんか帰ってきた、帰ってきた。なぜなぜ帰ってきた、お前たち。あっちでないよ。え、なんだろう。ちょっとが村人が触れちゃったりとかあったかな、これ。どうよ、どうよ。いける？
あ、いって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 いあ、惜しかったな、今ここ溜まりすぎてたんかもしんないな。これ見てるとここもちょっとまだ狭いかもしんない。将来的にちょっと拡張だな、これ。あ、でももうほぼいない。あ、優秀優秀、みんな、ま、じゃんじゃん行きましょう、じゃんじゃん。ほい。いや、忘れてませんよ、もちろん。いや、見なかったことにするわけじゃないですから、ちゃんと。ほら、そう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 、いいよいいよいいよ。登ってくるんだよ。登れる？ちゃんと。あれだったら、ちょっと待ってて。よし、混んでいいと思う。混んで、ペロッと乗せ、おー、来た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 。おーし、約束守った。いや、編集でね、見てなかったことにすることはできたんだけど、そんなことできないよ、俺は。頼むから他変な場所にいないでくるよ。怖い。こうやって見るの。いないよな。じゃあちょっと遠く離れた村人さんもどんどん連れて行きましょう。本当にちょっと離れてんな、こいつら。押して運ぶの大変なんだからな。おい。こっち強敵だな。これ以上離れんように、レールで、確保する。はい、はい。はぁー。あ、行った。うわぁ、終わったわー。あ、待って、こういうの壊しちゃおう、こいつを。うん。こういうやつね、もう厳しいからね、やっぱ。うん。綺麗な、あ、おっと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 。今度ね、視聴者さんのレベルも上がってるからね。よし、こんでいいだろう。じゃ、最後はあっちの方で、まとめだ。うわうわうわ、すごいことになってる、すごいことになってる。ああ、どうも皆様。新しい村はいか、うわ、ちょっと、ひまわりであるとあれだな。うわ、住みよい村ができそうですね、この勢いで。あとはもうちょっと、やっぱ拡張だよな。拡張をして、家とかをね、少しずつ作り始めていきたい。もう絶対いい村できるわ、これ。ほんとみんなありがとうね、来てくれて、わざわざ。丸っこい感じの家を建てるのもありかもしんないな、これ考えるとね。まあ、というわけで本日はこんな感じで終わりたいなと思います。見事ね、もう村人を移動できたので、エンダードラゴンが出てきても特に問題ないかと思います。またこんな感じでね、こちらの村の方も発展させたいと思いますけども、なんか村についてなんかアドバイスとかあったらぜひコメント欄の方にお願いいたします。それでは本日はこんなところでまたお会いしましょう。バイバイ。バイバイキン。